てめえなんて格好してんだ。もう早くしろ、間に合わねえだろ。まだ着替えてないのか。早くほら、早くほら、ちゃんと立って、ほら、男の方捕まって。よいしょ。はい、おい、ミノル、朝食は？あ、食ってる暇ない。よいしょ。はい、はい、よいしょ、バザー。よいしょ、よし、行ってきます。はい、気をつけて、行ってらっしゃい。母さん、行ってきます。ほら、種も。行ってきます。行ってきます。はい、気をつけて。いやー、今日も元気だね、美香さん。よカレーね。カレーだって。おう、カレー、よかったな。すいません、遅れました。保育園までトイレ我慢できないって言い出して途中で探してて。いいよいいよ。あざす。お前大学休学して種くんの面倒見てんやろ。はい。大変やな。親父さんおったやろ。親父さんに面倒見てもらったらええんちゃん。いや、親父は親父でやってるんで、俺はしたくてしてるっていうか。えらいな。てかお前若いからほんまもっと遊びたいやろ。いや、そりゃそうっすけど、でもまあ家族なんで。今日のご飯何？あ、焼きそばだって。また？仕方ねえだろ、ほとんどレパートリーまだ少ねえんだから。ねえねえ、浴衣のカレーまだ？土曜日だって言ったろ。早く食べたいな、浴衣のカレー。カレーえ、カレーえ、腹ペコかよ。おやつ食ってきたんだろ、保育園で。うん。何食ったの？セミ。セミ？うん、このセミ。ミーン、ミーンのセミ。食ったら寝る。シンプルな生き物。これ、この間来た浴衣くん？ゆたかね。今週も来てくれるんだっけ。うん、カレー作ってくれるみたい。だね、待ちきれねえみたいだ。楽しみだね。うん、だね、喜ぶだろうな。しっしゃ、布団連れてこ。ミノルも楽しみにしてるんじゃ。お疲れ。お疲れ様です。
もしもし。あ、豊さん、電話すいません。仕事中ですか？うん、ちょっとまだ終わらなくて。どうしました？ああ、それが。よかった。タネ君、明日ね、もっと早くにしよう。え？タネ、早起きするから。早くって、集合？うん。ほら、ちょっと風邪、ちょっと暑いって。まあ、すいません、勝手言っちゃって。うん、僕は何時でも構わないけど。でも、どうして？タネが早く豊さんに会いたいって。え？明日早くね、絶対ね。うん、分かった、分かったから。どうも、こんな感じで待ちきれないみたいで。じゃあ、10時過ぎに行きます。はい、ありがとうございます。よろしくです。ほい。何してんだ、楽しみにしてただろ。兄ちゃん。あ、タネ。もしもし。豊さん、連絡できなくて本当にごめん。いいけど、何かあった？今日のカレー厳しいかもしれないです。え？あ、豊さん。本当すいませんでした。謝らないでください。でも無理って時間まで早めてもらったのに。全然気にしないで。これ。ああ、すいません。ありがとうございます。それで、タネ君は？ああ、よかった。タネ君、大丈夫？いつものことなんで大丈夫です。少し寝たらケロッとするんで。君が元気になるまでいるよ。こいつ、行事前必ず熱出るんですよ。行事？そう、楽しみにしてることがあると興奮して熱出す。かわいそうだけど、ちょっとかわいいね。彼、すげえ楽しみにしてたから。それなら、また絶対リベンジしようね。優しいっすね。え？いや、子供ってすぐ風邪ひいたり体調悪くなったりするじゃないですか。約束しててもドタキャンしなきゃいけないことが多くて。それは仕方ないことじゃないですか。そう、仕方ないことなんだけど。そうなんだけど、そう思ってもらえないことが多いっつうか。だから、そう言ってもらえると助かります。ミノルくん。タネくん、どうしたの？お腹すいた。あー、しまった、ストック切れてた。うち、風邪ひいた時はうどんなんです。ああ。でも、買い物行くのも面倒だし、米炊くの時間かかるし。そうだな、なんかでいいかな。
これでいっか。普段はミノルくんが食事作ってるんですか？ああいや、ほとんど順番に。たまに近くに住んでるばあちゃんが料理持ってきてくれるんですけど。そうなんだ。おとんも俺も全然料理ダメですげえ失敗してて、栄養バランスとかよくわかんないし。おかゆと、あ、梅干し食わせとくか。タネ君梅干し好きなんですか？いや嫌い。え、だってこれくらいしかねえんだもん。じゃあ少しだけアレンジしてみるっていうのはどうでしょうか？アレンジ？ちょっと失礼します。うん。このおかゆに溶いた卵を流し入れる。そこに冷蔵庫にあったカニカマを裂いて入れる。塩で味付けをして簡単卵雑炊の出来上がり。すげえ。いや、そんなにすごくないですよ。いや、すごいっす。いや、俺もこういうの作れるようになればタネも喜ぶんだけどな。もっとマシな料理作らなきゃいけないと思うんすよ。もっと頑張んなきゃいけないと思うんすけど、でもなんか時々すげえどうでもよくなるっていうか、なんか疲れるなって。え？あっ、なんすか？ごめん、タネ君と同じ感覚でつい。タネと同じ。いや、頑張ってるから。え？ミノル君は頑張ってるよ。確かに栄養とかバランスとか気になると思うけど、その辺の難しいことは今はとりあえずおばあちゃんに任せてもいいと思います。でもミノル君、いつもタネ君のこと考えてますよね。それも家族だし。僕はミノル君のそういう気持ちがあれば十分なんだと思う。この前一緒におにぎりを食べた時、タネ君ミノル君と食べれるのが幸せそうで、だからタネ君と一緒に楽しく食べればそれだけでいいんじゃないかな。楽しく。毎日豪華なごちそうがあったとしても、それを笑って食べられない方が辛いから。それは豊かさも。よかった兄ちゃん。タネ君もう起きれるの？うん、いい匂いする。食べようか。うん。うわ、おいしそう。うん、なんかいそうだな。
った。美味しかった。うん、ごちそうさまは？ごちそうさま。はい。タネ君もうすっかり元気だね。ゆかたのカレーも食べる？そんなに食べたらお腹壊しちゃうよ。またカレーは今度にしようね。あ、でもまあ確かに今日カレーつってたからカレーの節になってんな。レトルトカレー食うか。ダメ、カレーはゆかたと作って食べるの。そうだね、フライングはダメだよね。うん、でも腹減ったし。タネ、おお、タネ大丈夫か？大丈夫かタネ？うん、つらかったな。大丈夫か？もう音入ったから大丈夫だからな。落ち着け落ち着け、もう熱下がったから。え、そうなの？あ、うん、そっか。じゃあお腹すいたろ。え、音いっぱい買ってたからな。ほら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 、ほらうどんもあるぞ。イノシ型食ったんだよ。え、ゆかたがね、おいしいお菓子作ってくれたんだよ。え、どうすんだよ。もううどんはともかくレトルトの粥こんなにいっぱい、どうしよう。あ、それならお粥で腹膨れるか。大丈夫、これと一緒にお粥を食べましょう。レトルトにレトルト、その発想なかったな。おお、みんなの衆、ほらこんなのもあったからさ、一緒に行っちゃうぜ。じゃあタネ君にはこのデザートのフルーツ缶詰をしんぜよ。やったー、ごちそうさまごちそうってもレトルトに缶詰だぞ。レトルトも缶詰も食卓に並べば立派な食材ですから。よし、今日はレトルトパーティーだ。パーティーだじゃあ、じゃあいただきます。あ、これ熱い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 。お兄ちゃんやってもらえ、うん、ほらほら、タネ君コーンも好きだろ。コーンも取って自分で、うん、ただ皿こういうのもたまにはいいな。うん、あ、そういえばゆかた君ってミノルの大学の友達なの？あ、いいや、僕は社会人で。あれ、そういえばゆたかさんっていくつなんですか？僕23です。あら、え、ミノルと同い年だね。え、マジかよ、思いっきり年上だと思ってた。僕もミノル君のこと年下かといや、マジかえ、だってなんか落ち着いてるっつーか、なんか疲れてるっつーか。疲れ、あ、じゃあタメ語でいいっすか。あ、さん付けもやめていい？うん、いいよ。じゃあユタカもミノルでいいよ。ミノ、ん、いや、どんだけ言いずれんだよ。いや、なんかあんまり友達のこと呼び捨てにすることなくて。ミノル、ミノル、え、何それ。いや、呼び捨ての練習え、やっぱ変なやつだな。あれもユカタって呼ぶ。あ、だからユカタじゃなくてユタカだっての。ユカタ、ユタカ、ユカタ、ユタカです。ユカタ、ユタカ、ユカタなの。ユタカ、はいすごい元気になったうるさすぎるぐらいでユタカ、今日はありがとう。そんで変なこと喋っちゃってごめん。そんなの全然いいよ。でも僕は何もできないから頼りにならないかもしれないけど。ユタカはいてくれるだけでいい。タネ喜ぶし、俺も。ユカタ、これ綺麗なやつユカタにあげる。嬉しい、ありがとう。うん、ユカタ、次はいつ会える？
次は来週かな。もういっそ毎週末うちで飯食えば。そうだ、ゆかたもうちに住めばいいよ。ゆたかはいてくれるだけでいい。ゆかと次はいつ会える？ミノルくんは頑張ってるよ。え？やっぱり豊かはあの時の。それが全てなんだ。些細な変化にも気づいてしまう。喜んでくれたらいいね。おー、実は言わなきゃいけないことがあって。何？